こんにちは。ここでは皆さんが後見人に選ばれた場合に知っておく必要がある基礎知識について確認していきたいと思います。6つの項目についてお尋ねしますので、よくお考えの上お答えください。メインタイトル、ご存知ですか？後見人の事務。コーナータイトル、後見人の最初の事務。後見人の最初の事務に関する知識の確認です。後見人に就任した後、家庭裁判所から指示された期限までに必ず作成しなければならない書類は、財産目録と収支予定表である。丸か×かお考えください。正解は丸です。後見人は家庭裁判所から指示された期限までに財産目録と収支予定表を作成し、速やかに家庭裁判所に報告してください。収支予定表は収支のバランスに注意しながらご本人の財産を計画的に活用するためのものですから、可能な限り正確に記載してください。なお、家庭裁判所によってはこの財産目録と収支予定表以外の書類の提出を求める場合もありますので、ご留意ください。また、後見監督人が選任されている場合には、後見人は後見監督人に報告を行い、後見監督人は後見人が適切に財産目録、収支予定表を作成しているか確認した後、家庭裁判所に報告することになります。コーナータイトル、後見事務上の留意点。後見事務の留意点に関する知識の確認です。後見人がご本人と一緒に生活している場合には、ご本人の財産と後見人の財産を同じ預金口座に入れて管理しても良い。丸か×かお考えください。正解は×です。後見人はご本人の財産はあくまで他人の財産であるという意識を持ってください。日常の金銭管理にあたっては収支の状況を記録し、領収書がある場合は主だったものをノートに貼って保管するなど、自分の財産と混同することなく区別して管理する必要があります。なお、ご本人の財産を管理する場合には後見人個人の名義の口座ではなく、必ず後見人であることを明記した口座、またはご本人名義の口座で管理してください。ご本人の財産はご本人の生活費や介護サービスの費用や医療費などのほか、ご本人が扶養している家族の生活費、後見事務に必要な経費などご本人に関することに支出してください。後見人がご本人の財産を自分のために使うなどしてご本人に損害を与えた場合は、後見人を解任されるだけでなく、損害を賠償する民事上の責任を問われたり、業務上横領の罪などの刑事上の責任を問われたりすることがあります。コーナータイトル、家庭裁判所への報告。家庭裁判所への報告連絡に関する知識の確認です。後見事務の報告は家庭裁判所から個別の報告指示がない限り報告をする必要がない。丸か×かどうぞお考えください。
正解は×です。後見人は原則として1年に1回定められた時期に家庭裁判所へ後見事務の報告をしなければなりません。これを定期報告と言います。この報告は家庭裁判所から特に連絡がなくても自主的に行う必要があります。定期報告の際には原則として後見事務報告書、財産目録、そして預貯金通帳のコピーを提出します。後見事務報告書にはご本人の生活や財産の状況、またご本人のために行った後見事務の内容などを記載します。財産目録にはご本人の預貯金額や不動産などの財産の状況を記載します。後見監督人が選任されている場合には後見人は後見監督人へ報告書などを提出します。そして後見監督人がその内容を確認した上で家庭裁判所から定められた時期に家庭裁判所へ報告します。また家庭裁判所への報告のためのもの以外にも後見監督人から後見事務について1年よりも短い間隔で報告などを求められることがありますので後見監督人の指示に従ってください。家庭裁判所は提出された報告書をもとに後見事務の状況を確認し不明な点があった場合には後見人や後見監督人に電話や書面で確認します。場合によっては後見人に家庭裁判所までお越しいただくこともあります。コーナータイトル、借金などの金銭の受け取り。では借金などの受け取りに関する知識の確認です。家庭裁判所から審判を受けなくても後見人は借金などの金銭をご本人の財産から受け取ることができる。丸か×か、どうぞお考えください。正解は×です。後見人は家庭裁判所の審判がなければ報酬を受け取ることはできません。借金、手当などの名目であっても報酬に相当する金銭を受け取ることはできません。後見人は後見事務の対価としてご本人の財産から報酬を受け取ることができますが、その場合は家庭裁判所に報酬を求める申し立てをする必要があります。申し立てがあった場合、家庭裁判所は後見人の事務の内容などを考慮して報酬額を決定します。家庭裁判所の決定後、後見人はご本人の財産から報酬を受け取ることができます。また後見監督人も同様に家庭裁判所に対して報酬を求める申し立てをすることができます。コーナータイトル、後見人の任期。では後見人の任期に関する知識の確認です。成年後見制度の利用の目的である契約や遺産分割協議などの手続きを終えた後は後見人の事務をやめることができる。丸か×か、どうぞ。正解は×です。後見人の事務は通常ご本人が後見制度を利用する必要性がなくなるまで、すなわちご本人が病気などから回復して判断能力を取り戻すか、お亡くなりになるまで続きます。申し立てのきっかけとなった当初の目的を果たせば終わりになるわけではありません。ただし例えば
後見人が重い病気になった場合や後見事務の負担が重くなった場合など正当な理由により後見人が後見事務を続けることができなくなった場合には家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。この場合家庭裁判所はご本人のために新たな後見人を選任します。コーナータイトル居住用不動産の処分。本人が所有する不動産を処分する場合には、すべて家庭裁判所に許可の申し立てをする必要がある。丸か×か、お考えください。正解は×です。許可が必要となるのはあくまでご本人が住むために所有している居住用不動産ですので、居住用不動産ではない不動産については許可は不要です。また売却以外にも取り壊しや借りている家の契約解除などは不動産の処分行為にあたります。居住用不動産にはご本人が現在住居として使用している不動産以外にも入院または施設入居前に居住していた不動産などで将来的に居住する可能性のある不動産も含まれますのでご注意ください。家庭裁判所の許可を得ずに売却などの処分行為をした場合その効力が生じないことになります。いかがでしたか。以上のことを踏まえて後見人として適切に事務を行っていただくようにお願いいたします。